お客様、どうもラジです。今回はですね、過敏性腸症候群の、対照的な方法かもしれないけど、症状を和らげる方法、私、開発しましたんで、ご紹介したいと思います。まず、過敏性腸症候群って、すぐに下痢になっちゃうっていう、病気なのか、症状なんですよね。例えば、僕の場合だと、強いストレスを感じると、すぐにね、トイレに行きたくなっちゃうんですよ。で、実際はトイレが、大きい方が、出なかったとしても、すごい催しちゃうというか、すごい出そうな感じになっちゃう。で、この僕の症状は、今振り返ってみるとちっちゃい頃からありました。例えば僕はサッカーやってたんですけど、サッカーの試合中に猛烈にお腹が痛くなって、トイレに駆け込んでしまうってことがあったんですよね。普通ね、運動中にトイレに行きたくなるってことね、あまりないと思うんですよね。でも僕の場合はなんかすごい腹痛に襲われて、多分緊張してたのかな。それで、試合中なのに、無理やりすいません、トイレ行きたいですって言って、もうめちゃくちゃ恥ずかしい思いをして、トイレに行ってしまったと。で、我慢ができない理由は、基本的には僕の場合は下痢なんですよね。柔らかい便なので、我慢ができない。硬かったら我慢できるんですよね。でも僕の場合は、大きい方行く場合、基本的に8割くらいは、柔らかいんですよ。で、行く回数も多いんですよね。平均して3日は普通、調子が悪いと6回とか行くとこあるんですよ。そのせいで僕はね、もうなんか、外に行くことがね、億劫。僕引きこもりなんですけど、それが原因でもあったりするんですよね。例えば誰かと遊ぶにしても、女の子とデートに行くにしろ、そういったのがね、もうずっと頭によぎるんですよ。いや、トイレに行きたくなるな、みたいな。でもさ、僕に合わせて行動してもらうっていうのも申し訳ないからさ、結果としてそういったところに行かなくなるという感じになってます。でもね、最近まではね、もうね、無理だなって、治んないな、諦めようと思ったんだけど、最近、ちょっとあれ、兆しが見えてきたなって思ってきて、それがこれ、エビオス錠なんですよ。これに関しては、6、7年前くらいから僕は飲んでて、多少効くなって思ってたんですけど、飲み方の問題で全然効果が変わるんですよ。で、こいつの飲み方、このね、後ろに書いてる方法は、1回10錠。これを1日3回、食後に水、ぬるま湯で飲んでくださいって書いてるんですけど、これじゃちょっとね、僕の場合は微妙。じゃどう飲むかっていうと、僕の場合はね、こういった適当なサプリメントの空き容器に、エビオス錠を入れて、一粒か二粒、常に舐めておくんですよ。こうやって。常に口に入れて、飴のように舐めておく。こうすることで、トイレに行く回数が劇的に減ったというか、これを最初やった時に、その日トイレに行っても、便が出なかったんですよね。これはね、僕にとってとんでもないこと。こういった、ご飯を食べた後って 100% トイレ行くんですよ。むしろ食べてる途中にトイレ行きたくなるんですよ。でもこれをやってたら一応トイレ行っとこうかなみたいな風はあったも、実際に行っても出ることはなかった。次の日はちゃんと出たりね、したんですけど、この方法やってからかなりね、症状がね、軽くなったんですよね。ただ、これを試して数日やって、必ずしも全部の日にちで改善したわけではなくて、ちょっと、柔らかい時もあったりしたので、完璧ではないにしろ、でも体感としてはね、想像を絶するほど大きく改善しました。ただこれの残念な点があって、一つは、これまずいんですよね。これエビオス錠ってビール酵母なんですよ。ビールを作る時に余ったやつ。だから、これビールの味するんですよね。だからビール好きな人はいいかもしれないんだけど、僕ね、ビールね、一口しか飲めないんですよ。ビールのジョッキ一杯飲み切ったことはないです。一口でも無理、まずいって感じなので、ちょっとこれを飲み続けるのは、きついっちゃきついんだけど、じゃあ、突然トイレに駆け込むリスクを考えたら我慢できるってくらいなんですよね。一応、うちの母親はね、これ美味しいなって食べてたり、してたので、ビール好きな人は多分好きなんだと思います。僕の、これのやり方としては、食前にこれを、10粒くらい飲んで、で、何もしないときは基本的にこれは舐めてると。でもそのうちなくなって忘れちゃうので、また舐めると。そんな感じの繰り返しでございます。ただし、これね、こんな大きい容器で持ってったら、家だったらいいけど、外で持ち歩くのはちょっとでかいですよね。目立つし。だから今回は、ちょっといろいろ買ってきました。不自然じゃないような容器。それが、ミンティアのでかいやつとフリスクとフリスクのでかいやつ。これに入れちゃえばさ、フリスク食べてんだなって。思われるから普通じゃないですか。こいつフリスク食べ過ぎじゃねえかって思われることはあるかもしれないんだけど、これを取り出してさ、食べるよりはさ、まだいいと思うんですよね。めっちゃ口臭気にしてんだなって、それはちょっと、あんま良くないのかもしれないけど、あともう一つはこれ、プラスチックの容器。
まあ、これなんか3つくっついてるんで、カッターでね、こう、切り離して使おうかなと思うんですけど、とりあえずじゃあもうこっち入れてみますか。このくらいで30粒ですね。このくらい。まあ、半分より少ないくらい。なので、これが食前分ですね。で、あとまあ、余分に入れとけば途中で舐め続けれる量が入りますんで、まあ、これ、満杯入れて多分、2日分くらいは持つかなと思います。はい、こんな感じ。うん。普通にここ、切り離して、こっから、ポイって食べるのもいいかもしれないですね。じゃ次、フリスクやってみようと思います。あ、そうだ。あと、これ1粒飲むことに、なんか水とかで流し込んじゃうと、水分たくさん取っちゃうので、それが原因で、まあ、下痢気味になっちゃいますから、それもあんましたくないんですよ。だから僕はなんかちょっと、外に出るとき、ちょっとまあ、一泊するときとか、そういったときは、基本的に水は最低限の量しか飲まないようにしております。それもね、かなり効果的なんですよ。やっぱ、下痢になるってことは水分が多いんですよね。多分、この、まあ僕の腸はね、あんまり水分と便をね、きちんと分解できてないっぽいんですよね。だから、分解できないから水を減らすことで、まあ無理やり下痢気味にしないという感じにできるのかな？ってことで、フリスク。これはね、まず、こっちに移します。普段フリスク食べないからさ、食べきれない気がする。で、これをね、ここに入れます。お、でも、サイズ感はね、すごい、ぴったりですよ。ほら、フリスクっぽいでしょ。で、これを、こうやって、ほら。で、あ、出るかな、ほら。一応こんな感じでフリスクっぽい。あ、出る。あ、出るわ。あ、出る出る出る。結構簡単にね、普通に出る。あ、いいね。これいいかもしんない。何粒入るかな ?1、2。はい。これ30粒入れました。これで、まあ、食前用は入ったけど、あ、でも30粒が結構ギリギリだな。これだけだと、途中の、まあ、完食用としてはいいかもしんない。だから、これプラス、なんかみたいな感じですね。まあ、でもこれちっちゃいから、ちょっとね、よし、一粒食べなきゃって時に、これいいですね。これ使おう。完食用。完食でエビオス錠を食べる。次にこれでかいフリスク。まあ、これはね、問題ないですよね。すごい、こんな三角のやつなんだ。まあ、でもこっちはね、こっちの2倍くらい容量的には入りそうだから、全然余裕ですよ。しかも、ガバって入る。あ、でもこっちの方がいいのかもしんないな。たくさん入るから。うん。こっちでも全然一粒ずつ取り出し、できるから、ああ、こっちの方がいいかもしんないな。これだったら、これ1個で、これプラス、アルファ持たなくても、これ1個で完結しちゃうので、あ、こっちの方がいいわ。じゃあ最後これ。ミンティアのでかいやつ。で、今紹介したの全部、今紹介したのは、このミンティアが191円。フリスクが191円。で、フリスクのでかいのが287円という感じです。で、このミンティアのちっちゃいやつ、100円のやつは、もう明らかにちょっとちっちゃすぎて入らなそうだったので買いませんでした。あ、これはでも入りそうだな。めちゃくちゃでかい。エビオス錠と比べると、明らかにエビオス錠の方がちっちゃいので入ります。ただし、これ、詰め込むのが大変そう。出てこない。ポッと。あ、開けれ、あ、簡単に開けれたわ。パカッと開けて、まあ、容量的にはまあまあ、フリスクよりは多いかなって感じですね。あ、でもこっちでも良さげな感じがするな。これで、ここ、蓋を開けて、を取り出せる。これもいいな。取り出しはね、こっちしやすいわ。これいいかもしんない。蓋開けて、こうやって、取り出せる。これいいかもしんないな。道産豚焼肉マヨネーズ、大きなおむすび。おいしい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 楽かなって思いますね。まあ、こっちのフリスクもいいんだけど、ちょっとね、サイズがちっちゃすぎて補充が大変。そして、まあ、これでもいいかなって思いました。これで、こうつまんでね、食べるみたいな。まあ、こっちでもいいな、別に。あ、でもせっかくなんでね、フリスク。これの方がね、見た目が、あ、フリスク食べてんだなって思われますから、違和感がないっていうところで、これを使っていこうかなと思います。そしてもう一つ。
なんか腹巻きした方がいいんじゃないかっていうね、アドバイスもいただいたので、腹巻きほら買ってみました。これ Amazon でね、800円くらいのすごい安いシンプルな腹巻き、腹巻きでこれね二重になってるんですよ。ほら二重になってて、ここにね手が入る、すごい長いやつを折り込んで重ねて使ってるみたいな、まあ多分それが普通の腹巻きの使い方だと思うんだけど、これはねさっきつけたばっかでまだ効果わからないんですけど、なんか適度な締め付け感とかあって、あとお腹も温められるので、この腸の働きを助けてくれるのかもしれないので、まあ今後これが効果あるかっていうのも、まあ動画にしようと思います。とりあえず今回はエビオス錠は僕の中ではねすごい効果があったので、食前に食べる分と、あとはその後もちょびちょび食い続けると結構お腹の調子が良くなりますよというお話でした。僕は以前ね、エビオス錠以外にもね、ビール酵母いろんな種類出てます。それも試した結果エビオス錠が良かっただけなので、もしかしたら他の人にとってはそっちの方がいいかもしれませんので、まあエビオス錠の他にもいろんなもの試してみて自分に合ったものを探してみてください。